フレンド紹介全幅辞典をやっております中野と申します。まず最終的に自転車をどんなふうに楽しむかということがまず大事だと思うんですね。それはロードレースに将来出たいとか、トライアスロンをやりたいとか、サイクリングをやりたいとか、そういう用途によってもフレームの角度も違うし、使う部品も違いますので、それによって価格も違うので、まずそこが一番聞きたいところですね、私たちとしては。はい、まず体に合ってるか合ってないかということが一番大事ですね。というのはその機材の上で要するに運動するわけですね。でママチャリと違うのは、スポーツ車は長い時間そこで運動させられるということですね。その機材と体が合ってなければ必ずどこかにダメージが起きますので、楽しくなくなります。そうすると長くそれを自転車を愛好するということができなくなるわけですね。ですから長い目で見て長い時間に乗るんでしたら、必ず体を合わせるということがもう第一条件になりますね。もううちの場合は一応オーダーして作るっていうので、50年間の蓄積があります、データがありますから、基本的には4箇所測るだけで、あとはデータをインプットすることによってフレームのサイズとか形態がこう出るようになっているというシステムを作ってありますので、まず身長と股下と、それから肩幅、それから指先から肘までの長さ、それだけを測れば大丈夫です。普通のお客さんの場合は値段だけで来るとかね、そういうことが多いんですけど、うちはもう重要視点のアフターっていうことですね。要するに自転車を買ってもらってもどういう楽しみ方があるかっていうのは分かんないので、うちの場合はサイクリングのサークルと、それからロードレースのチームと、トライアスロンのクラブっていうのを3つを持ってまして、その人にのが好きなのをところにこう入れます。ですからサイクリングからトライアスロン行ったり、トライアスロンの人がサイクリングをしたりとか、それからまたヒルクライムにサイクリングの人がヒルクライムのレースに出たりとか、エンデューロに出たりとか、いろいろなところで楽しみ方ができますね。